イエーイ、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 イエーイ。 DC エンジンが好きな2人が来場しました。ワコツです。ワコカイザード、こんばんは。イエーイ。ワコザード、夜の部もよろしくお願いします。DJ 総計カイザード56から60枠目、イエーイ。はい、ヨシベイさん、クロマネさん、サンチュさん、いらっしゃい。夜の部もよろしくお願いします。今日は9名ですね。いよいよクライマックス、ステージ9。ここは太陽系の果て、冥王星マライアの最終要塞はこの空域にあった。この空域で人類とマライアの運命をかけた最終決戦が今始まろうとしていた。地球上の全戦力を投入したこの戦いにもし敗れることがあれば人類に未来はないであろう。だが数に劣るアルテーニは速攻で要塞に潜入し要塞中心部を破壊するしかなかった。 DC エンジンが好きな一人が来場しました。はい、濃厚聞いてください。いらっしゃい。ステージ9、激戦。艦長、アジア軍本部より通信です。森さんが一番さん、オストデルさんにしたい。あ、時間、あ、ちょっとね、時間がちょっといろいろありまして、はい。遠距離のため、受信状態よくありません。アルテアの諸君、いよいよ最終決戦だ。敵はかなりの数だろう。まともに戦っては勝ち目はないぞ。速攻で要塞に潜入し中心部を破壊するしかない。人類の運命は全てこの戦いにかかっている。死んでいった仲間のためにも負けるわけにはいかんぞ。頑張れ。焼肉パーティーの時間だ。はい、カスペンさんです。勝利条件、アルテアの要塞到達。敗北条件、アルテアの破壊もしくはザード全滅。パーティーするんだからな。ターン制限。DC エンジンが好きな一人が来場しました。焼肉パーティーできるのか。なし。ターンワン。さあ、優秀なドール部隊の皆さんが1、2、3、4、5機、5機のドール。そこ上にも5機いるね。計10機のドールがいます。味方部隊が。地球上の全戦力はこれだ。行くぜ。ワコツンです。焼肉男が大暴れ。赤戸大門さんにしたい。焼肉パーティーガイザードエヴァン捨てます。になるパターンですよね。よし行こう。焼肉パーティーだねとか言ったらよくフラグ立ってますけど、ビンビンに立ってね。 30%。 ワコムンクス、アクサングラーブテンテンダッシュ。はい、トマさんいらっしゃい。もう行けないな。アルザード、ロジャース行くぜ。エグザード、ミーシャ出ます。ギルザード、エバラ出るぜ。ベオザード、デッカー出ます。ウィザードチェン出る。あるよ。ネオザードハーディ出ます。よし、くい。敵発見。ヤツらをここで叩くんだ。しました。いらっしゃい。了解、攻撃します。ここから先には行かせるな。了解、攻撃します。戦闘空域に入りました。ワコツ、今夜も焼肉パーティー。サラリーマンさんいらっしゃい。みんな、この戦いが終わったらピザパーティーしないか。結構いけるぜこのピザ。シカゴですね。ヒロさんいらっしゃい。ワコツです。いいゲームやってますね。手乗り猫さんいらっしゃい。ナイスゲーム。
弦脇っていうのはきついね。ちょっとガイザードの前に来た。ドール舞台に思いしねえ。アタックポイント70、アームポイント20、オッケー。えい、イエス。ターゲットはなんかパーセンテージのあれがインベーダーに見えるんだけどインベーダーマークに見えちゃう。ネウザードさんちょっと全員に組まれるんじゃないこれ。メソニックスバー結構入るね。メソニックスバリアー、あーしまった。アルテア前に出してからアルテアにもかけてあげるよ。ドクロバークなのも、ドールさんもだいぶかかった。アルテアさんも前に出しておけばいいんだ。もらったわ。ジャードはまだ使わなくていいね。まだまだ大丈夫。リーさんプロだからね。リーさんプロだからね。いけないね、です。30% もいるか。10万国債でしょ。ギザードがここからいけるな。リモコン狙うか。こっちのオリンピック金メダルだぜ。オッケー、マライア万歳。よいしょ、行くぜ。マラリア、マライア、マライマ、マラリアじゃないわよ。あら、カイザードさん、カイザードさん頼みますよ。レオザードさん移動があれだからな。悪いが死んでもらおう。恨みっこなしだ。えい、オンゲイ全員動いたよね。ターン2。ほらほら、やれるもんならやってみな。やれるもんならやってみな。ネオザードって戦闘中だと紫だけど、フィールド画面だと赤なんだよね。どっちが本当なんだろう
戦闘中は色が変わるのか、装甲の色が変化するのか。装甲の色が PS 装甲みたいに変化するんですかね。バーストさんいらっしゃい。フェーズシフト装甲、フェーズシフト装甲みたいな。ライオ、ワコツシャオパイロン、ワチシャオパイロン、歌を流すんだ。 PC エンジンが好きな一人が来場しました。はい、いらっしゃい。プレイステーション走行は被弾するたびにエネルギー減る欠点が、被弾するとエネルギー減るんだっけ、 PS 走行で。オッケー、私、あいつら嫌いだわ。ちょっとまだあれだね、もう手前でもいいか。アルテアの新あれが上限だから。あー、しまった、ベオザード乗っけていくんだった。ベオザード乗っけなかないと足が遅いからちょっとダメだよね。みんななかなかやるじゃない。わあ、範囲広いね、いけるよね。空空空空、今日薬局にお茶会に行ったんですけど、すべて売り切れてました。お茶が売り切れてた、なぜでしょうね。なんか広告の品がなんかだったんですかね。それともなんか地震のあのなんですか、避難、みんな俺についてこい、あれ買い占められたんですかね。薬局でお茶会、どっちかね、薬局でお茶会があったのか。地震のカニ会ですね。カニ会ですかね。うちのところでもお茶が品薄、お茶が品薄なんだ。水じゃなくてお茶なんですね。エグザード動いたんだっけ。パニックしすぎじゃない、魂のふるさとへ。水もお茶じゃないですよ。あ、水もなくなってたね。えちょっとあれが煽ってるからないの、南海トラフ注意って NHK のあれ、あのパニックすぎる、窓枠、窓枠になってますよ。韓国の辛いラーメンを買いましょう、ね、辛いラーメンはノーセンキューですよね。動いたんだっけ、動いたね、はい、全員動きました。コンピューターターン、あいつから始末しろ。あ、射程だったか、ドール部隊。薬局だけど普通のペットボトルのお茶。熊本地震の時もコンビニに韓国のラーメンだけ残ってた。あー、やっぱりね、辛いのはちょっと水飲んじゃうからね。しまった、ドラッグストアじゃないですか、薬局っていうかね。ドラッグストアで今スーパーみたいですから、普通にね、ドラッグが置いてあるスーパーみたいな感じですから今。私も猫の砂は、猫のトイレの砂は薬局で買ってる、薬局ドラッグストアで買ってるから。3倍の日に。3倍、4倍の日にね。ポイント。毎月2のつく日は、ポイント3倍か4倍。ドラッグストアですね。地元だとドラ盛りとか。そう、そういうやつ。もし買うならドラッグストアです。もしも安い。ドラッグストアってずっとシャンプーの匂いしてる気がする。シャンプーの匂いしてる。まあシャンプーも置いてありますけど。ドラッグストアは生鮮食品があんまりないスーパーです、ね。そうですよね。そうそう。生鮮食品ないですよね。あんまり。冷凍のお肉で、冷凍の食品あれはあるけど。
刺身とかはなかったかな。カップ麺とジュース買うぐらいならドラッグストアで足りるね。 そうですね。生鮮食品を買うならスーパーの方が安い。そちらスーパーの方がいいね。アルコール類はね、スーパーはアルコール類ポイントはあのないつかないんだけど、ドラッグストアつくんだよね。 それがちょっとでもスーパーの方が安いんですよね、値段はね。どっちが得かなと思って。あ、ポイント30ドル、まあ、ポイントがとにかくね。エグザードバリア仕掛けとくか。メソニックスバリアー。近所のドラッグストアにちょっとだけ肉とかあるけど、カードで払おうとすると別で現金や。あ、そうなんだ。不便ですね。結局お茶買えなかったから水道水ペットボトルに入れて飲んで。あ、なんか水道水はなんか結構持つらしいってなんかニュースで言ってましたよ。なんか水道水がなんかね結構のライオ、ライオ一撃で殺したら ライオの数減らしとくか。オッケー、オッケー。 30% をこう引きながら 30%、30%。 女だと思ってなめんじゃないよ。まだまだ大丈夫。リーさんプロだからね。お茶とか棚にきれいに並べてから倉庫に行って戻ってきたら4分の1でってビビったことなく。そうだ、ちょっと目を離した時に。行くぜ。買い占め許さん。この時期はよくある、よし。オッケー。どう、ベオダードが置いてけぼりになっちゃうけど大丈夫かな。動いたっけみんな。カイザード購入できない。カイザードやってない。あ、カイザードは、あ、カイザード移動したらしいか。カイザード攻撃範囲ないよね。ないね。はい、途中でダウン4。酒屋系ディスカウントショップでも水が飛ぶように売れてましたね。東北は台風連続上陸がほぼ確定みたいですね。あー、東北は台風ですか。今年の台風何個、何個まで行くのかね。まあ、大谷さんよりは上回らないと思うんだけど。和骨です。それ30号超えじゃないですか。すなさんでしたね、そう。松井、ゴジラ松井の時は台風といい勝負してたけどね。ここは台風、うちのとこ台風が多いんでね、割と台風嫌だ。あ、一発当たったじゃん。東から直撃して温帯低気圧になった後も偏西風のせいで日本海に居座るらしいとか。居座るのやめてね。スピードが速いなったらいいけどね、ゆっくりなのが困るんですよね、ちょっとね。大谷さんの記録、ホームラン以外を大幅に超えてるイチローはすごい。
郎、あんな数はまあ一郎には勝てないんじゃないですか。だからね、一郎さん内野安打からだからね、足が速いから。まあ大谷さんはもう足は速いけど内野安打はないからね、あのね、内野安打にはあんまりああいうボテボテの頃ないからね。でもアイコーの方がすごくない。アイコーすごい。こんばんは、ワコツです。すぐ再来ちゃい。アイコーと今年のメルホールの争いはね、熱かったですね、非常にね、ホームラン争い。三冠無理を争いプラス盗塁数2位とかわけわかんないですね。44でいけるんじゃないですかね、大谷さんをね。メソニックスは私あいつら嫌いだわ。かけとくか。たった今熊本で震度2度だそうです。あー、震度2、震度2ですか。震度2ならまあね、大したことはないですけど、どうしようかな。ここでメソニックバリアかけるよりは。大谷さんはあんなに活躍してるというのに、大谷投手は故障したままで不幸気ない。確かに少し上で投手はやる。伊達子さんいらっしゃい。よし、ノッダイフライオ合わされそうな気もするけど、ちょっと青いの落としとくか。うちはトラックが走っただけで、腕が鳴るわね、から地震だとわからない。あー、私のとこもですよ。震度7を経験すると震度4ぐらいまでは大したことないと感じてしまう。そうでしょうね、やっぱりね。ライフレームより戦闘はイラつかないですか。あ、こっちの方が早いですね。ライフレーム結構ね、時間、あ、ライフレームはなんて言ったら空振りが多いですからね。空振りが結構多かった記憶があるんでね。ライフレームとかガイアの紋章ですね。なかなか当たんなかった記憶があるんだけど。三振が多いとイラつきますね。三振が多かった気がしますね。あとアニメはね、オフにもできますけど、オンの方がなんか先週やりましたけど、オフだとなんか被弾率が 高くなる気がしますね。なんかアニメオンだとね、結構かわしてくれるけど、まあなんだな、戦争も楽しんでやるのが大事だな。楽しんでやろうぜ。とかのスライド。外れるか。せい。ノー。落とせなかったがやっぱり。まあ、いいとこ。特殊効果以外で避けられない方が面白いとずっと思ってる。当たる。空振りはちょっとストレス溜まりますからね、結構空振り多いよね。クラスおじさんいらっしゃい。ちょっとえぐ、あとみんな動いた。あれだとまだ動いてない。金メダリストは寝るか。射撃金メダルの腕を見せてやる。オッケー、さすが金メダル。うおー、カイザータイムだ。カイザータイム。アンブレル、あ、
梅原さんやで。俺たちもアルテアに乗せてくれ。乗せられたら乗せられます、乗せますけど修理してくれよこれあれなんだ、コメントするドール部隊がいるんだね乗せられたらいいんだけどね、修理してくれよ。あれじゃ乗ってもいいですけど、乗ってもいいんですけどね。アルテアに来ると思った。平気でーす。まあこっちはドール部隊にした。修理できるならメタスで修理して回りますけど。メタスで修理できるだけ。ちょっとこっち来ないでよ。ちょっとあ、忘れてた。ギルザードと近づけちゃいけない。ギルザード今どこだっけ？あっちだからまだ大丈夫だね。私ばっかり集中攻撃？もういやらしいわね。女だからと思って舐めんじゃないわよ。混ぜるな危険。まだの生き延びてる、すごい。あー、これで落ちたか。道路部隊まず一機が犠牲になるのか。やめろー、助けてくれー。ナムー。ガンダムよく知らなくてスパロボやった時はメタスは修理ができる機械だと思ってたやめる。メタスは修理できる。なんでそういう機体になったんでしょうね。ファーさんがパイロットだからかね。当たった。上等、上出来。一発でも当たれば上出来ですよ。オッケー。腕が鳴るわね。鳴るわよ。もらったわよ。こんばんは、お疲れ様です。猫じゃらしさんいらっしゃい。そこだ。自分の腕を見せた志村けん。自分の腕を志村けんだからね。ダメか。オリンピック金メダルの腕を見せてやる。あ、これは銀メダルだ。よいし、平和な世の中早く戻したいね。バリアが使えないからな。ちょっとネトニックさん、ちょっと移動しようか。ちょっと移動して。登場。世界人類が平和でありますように。平和な世の中戻したいね。
あ、青のノスダイオ死にかけだったんだ。あいつやっとよかった。あっそー、外した。おー、今度は切ってみて、この野郎焼肉にしてやる。焼肉切り、よし、なんてこった。オッケー、さらに移動できる。よし、よし、あとは移動したで。オッケー。あ、もう一人なんかいたね。ここノスダイオ。焼肉切り、つぶつけカルビをハサミできるように。ハサミできるように。あ、届いた。扇焼肉切り。扇焼肉切り。うわ、結構いて、結構いて。いかんいかんいかん。だいぶいらんじゃこれは。やめてー。ううう、いかん、アルテアがすごい痛いんだ。これは痛い。セレクトキーを押したら味方ユニットにカーソルがいませんでしたっけ。セレクトで合うんだっけ。思い知れ。行くわよ。うぅぅ、うわぁ、バカモン。このままでは危険です。退避しましょう。退避できるわけないんでしょ。エグザード、ミーシャ出ます。エグザードでバリア張りますから。倒せる、あー倒せないか。ここ行けるかじゃ。加減にしないと怒るぞ俺は。またベオ忘れられてる、わら。ベオさんしょうがないね。攻撃、攻撃しなきゃいけなかったからね。後でゆっくり行きましょう。あ、オギガーズさんはエネルギーあるっけ。あるね。
ガードエネルギー補給しといた方がいいかな、今のうちに。あ、ここはちょっと移動ができない。ネオザードさんいいね、すごいね。移動力があって攻撃範囲広いし。いい機体ですね、非常に。カイザードもちょっとエネルギーとか。いや、合わない。セレクトで合わない。合いませんね。なんかで合いましたね、それね。ラングリッサーだっけ？ラングリッサーだっけ？なんか、そういうのがあったような、あったゲームがあった気がする。セレクトで、ずっと、ね、なんですか？まだ動いてないキャラに自動的に合うやつで。マクロスだっけ？ラングリッサーだっけ？なんか、PC エンジンだと、PC エンジンではあった気がしますね。カイザードじゃないみたい。でもあったのはありましたよ。ソードマスターもあった気がするんだけど、あれは全部を一周するんだったかな。ソードマスターもありましたっけ。いや、ソードマスターも確か普通になかったでしたっけ。なんかデフォルト機能であったような、まだなんですか、動いてないキャラ。ちょっとやばいね。あ、ダメかなこれ。アルデアさんの被弾がちょっと予想以上に良かった。先生には X ボタンを押すと未行動のユニットにカーソルを。なんか大抵ありますよね、そのね、未行動に合わさって。これでもか。ノーヒット。ここは外壁だから、ここ行くしかないな。要塞に行くにはこのライン行った方がいいか、それかここのラインか、どっちにしろこっちの方が。ベオザードさん、もう攻撃は、あ、もうエネルギーもないね。ベオザードさん乗っけていくか。それまでに片付けるか。攻撃できねえ。ベオザードさん乗っけるか。金メダリストの写真見てたらムキムキのセーラームーンがいた。ムキムキのセーラームーンか。マッチョまでセーラームーンのコスプレですか。マッチョマッチョマッチョマン。ここで見せてると戦力ダウンですね。どうですかね。なんてこった。片付いたかな、ここは。片付きましたね。今確かめたらソードマスターは行動してない人をランボタンで選べるタイプでした。やっぱりね、ありましたね。ベオザードここに行きましょう。ベオザードさんはちょっと前に行こう。私あいつら嫌いだわ。です。島谷さんやで。ここ行ったら動いてくるっけ。どこのライン行ったら動いてくる。まだ動かないっていいな。相手が来てからにしよう。マックスバリューに来てるんですが、米売り場に米が全くありません。ねえ。マックスバリューで。あ、そういえば今日水がなかったですね、うちのとこもね。まあ2種類あって、片方はないんだけど、片方まだあったんですけどね、いっぱいね。
褒めは10月まで待たれよ。三国志はね、収入が、あ、やっぱそのラインまでいかないと動いてきませんね、こっちはね。日本の田んぼ潰しといてアメリカの米を買えって言うんだから、マジで殴りたいですね。なんだって、このままでは危険です、退避しましょう。退避できません。はい、ベオザードさんの見てたら6割までいってるから。ベオザード、みんな俺についてこい。三国は米がなくても生きていけますからね、わら。10月に米入ってもすぐ早くみんなでやっつけちゃおうよ。日本米がないなら太鼓米を買えばいいじゃない。バイバイはダメです。行くぜ。行かないけど、まあなんだな、戦争も楽しんでやるのが大事だな。よし、オッケー。コシヒカリがええねん。あそこのフォーメーション変えるだけですね。コシヒカリがいいんだよ。道路部隊がちょっとアルテアの進路、カレーになっちゃう。進路邪魔されちゃうな。前期本館の護衛に回ってください。輝きなら少し撃ってる。クマさんの輝き第50位にランクインしました。まだもうちょっとみんな待とうぜ。全基本館の護衛に回ってください。そろそろ行こうか。おい、みんな、この戦いが済んだら焼肉パーティーでもしないか。エネル、あ、ネオザードちょっと行くね、しないね。アルザードもちょっと回復しとこう。みんな回復しとこう。よー、ね、あ、行けないの、行けないな。エネルギーがまだまだ大丈夫。 D さんプロだからね。もう今日はハイガードも回復しとくか。あかんといけないな。変身したらいけるか。トランスフォーメーション。いや、焼肉パーティーは遠慮します。焼肉パーティーしようぜ。ヒルガード1メモリ減ってるっけ。ちょっと、あ、しまった。参加だぜ、こっち来ないでよ。いいじゃねえかよ、姉ちゃん。ザード同士なんだからよ。別に人間同士くっついてるわけじゃねえんだからよ。仲間じゃねえか。あ、今の時代は焼肉じゃなくてピザだぜ。あのくだりが ないね。真面目にやってくださいっていうのが、あそこまで一セットじゃないんだ。あ、今あれか、中に入ってるからか。カイダード中に入っててあれだからないんだ。あの下りがなくなってんだ。よしよしよし、ね、みんななかなか L じゃない。OK。 いや、この中に、このまでは危険です、退避しましょう。この中に入ってるからね。ネオザウルカイザード、エヴァンズ出ます。アルザード、ロジャース行くぜ。 PC エンジンが好きな一人が来場しました。いらっしゃい。でも今のデッカー出ます。エンディングでは恋人になってるんですよね。ウィザードチェン出るあるよ。私、あいつら嫌いだわ。
ここまで行ったら出ると。 PC エンジンが好きな一人が来場しました。はい、いらっしゃい。あ、これ今入れてるか。ただアルテアがちょっと痛いからな。あ、ドール部隊に撃ってきた。射程に入ったか。このライン越えたら襲ってくるんじゃないの。前期本館の護衛に回ってください。まっ、あ、ここか、このラインか。まっすぐだとここか。いや困るね。ネオザード、ハーディー出ます。こいつら無視したら出会え状態になることはないのかな。試したことないけど、パイプにボール通すゲームみたいでしたね。このライン来たら自動出てくるんじゃないですか。もう今じゃあドールは入ったけど、ハイザードとかがあそこのライン越えたら来るんじゃないですか。ここら辺来たらちょっとやってみますかね。どうだろう、来るのかな。あ、もうあれだと思ってない。どうかな。攻撃仕掛けなかったら来ないか。どうなんだ、攻撃仕掛けたら来るのか、ラインで来るのか、どっちですかね。ラインっぽいんだけど、投石ありません。どうだろう、あそこまで行ったらさすがに来るか。あ、やっぱり突破された。ラインですね、あそこのラインで。あ、これで動き出した。うわ、これ動き出した。ブロディアですか、パイプにブロディア。あそこの床の模様がね。いいものじゃ。出会え、出会え。先生が駆けつけるかな。先生駆けつかないわ、戦場には。戦場にファックスを送るんですよね。戦場にファックス送らないわ。うわ、みんなも行く。思い知れ。こんばんは、ガイザード。どうやさないし。このイーターはちょっと射程長いから倒しとかないと。倒しておきたいですね。ここから狙えるか。
それ。ちょっと金メダル。ネオダ、ネオ、エグダどこだ。早くみんなでやっつけちゃおうよ。もはや銅メダル。入ってる。アルダード入ってるこれ。ウィザードが入ってたらいいんだけど。あれ？どこ？ウィザード入ってたらいいね。無課金おじさんの方が命中率良さそう。無課金おじさんの方が入ってるっぽいな。これで次どこまで行けるっけ？あ、いいね。よし。メソニックスバリアー！よし、これでウィザードさんと1個目。おいみんな、この戦いが済んだら焼肉パーティーでもしないか。セイ！イエス！バケルー！ガイザードおじさんはそこだ。戦いの終わりが近づいているのに焼肉パーティーの参加希望者が誰も。腕が鳴るわね。私には敵が見える。見えるわよ。ファイブじゃない。あ、移動した方が良かったな。で語りかけてる強人なのかもしれない。よいしょ。敵にも。このままでは危険です。退しましょう。退しませんよ。まっすぐ行ったらこう地形があって邪魔なんだよね。和骨です。上から回っていった方がいい。ヨッシーさんいらっしゃい。上から回っていきますかね。よしよし。よしよし。助けてくれ。あなたたち、なぜ私ばかり狙うね。お前狙ったの初めてだろう。私いつも狙われてる感じがするよ。今日狙われてるのがトップなのは私よ。まあ範囲攻撃と支援キャラは先に落としたいですよね。ですね、やっぱりね、敵としてはね。下になんかおとりがいるな。道路部隊が下にいてくれたらいいんだけど、一緒についてきたら。第49位にランクインしました。道路部隊下にいてくれないかな。アルディアの進路の邪魔なんだよね。
オッケー、よし、ここでイータ部隊が片付いた。ギルザーズ、ここら辺の全部落としたいところだけど、ギルザーズさん一緒についていかないとバリア張れないんだよね。どこで張るバリア張るかね。平和な世の中、早く戻したいね。一匹しか入ってない。これじゃ二匹入ってる、二匹入ってるね、二匹入ってるけど、悪いが死んでもらおう、恨みっこなしだ。おい、みんな俺についてこい。腕が鳴るわね。えい、ハイガード下に向かわせるかね。みんな気をつけろ。第48位にランクインしました。私だって一発のみ、しょうがないな。あともう一匹ここにあるんだね。ウィザードがこっち行って、アルティアドスネが前期本館の護衛に回ってください。ファイヤー、わあ、しょうがない、カイザーで落とすからないな。なんてこった。よし、アルザードはこれを押すと、くらえ。あーっと、また金メダリストが。いかん、これアルテアやられるか。アルテアちょっとやばいな。あいつ倒せると思って倒せると思って前進したけど、ちょっと予定がちょっとあれでしたね。うわー、予定外だね。倒せなかった。あ、よかった、ドルの。うわ、バカ野郎、俺なんかこれでも食えないぞ。あ、に、苦手だった。
思い知れ。ドルの隊長生きてたらここで出てくるんですかね。ドルの隊長生きてたらどうなる。まだまだまだ メソニックバリアはいいか。ここら辺でメソニックバリア使って一気にボンっていけるパターンがいいんだけど、このままでは危険です。退避しましょう。これジムだよね。ジムだからまあ大したことない。ジムコムジムジムジムコムだから。ジムコム落としとこうよ。ボンバー反撃。女だと思ってなめんじゃないよ。よし。ボンバーはまだ入ってないんじゃないの。これは味方だし。平和な世の中早く戻したいね。誰も入ってない。もうちょい前でないと。もうちょい、まあ 30% もいたけど乗れないね。ここに来て来たところでもここらにジムコムだからライオはまずいな。ね、なんでわら。ノスダイオ軍団がちょっと下にいるから、ノスダイオのちょっとノスダイオですかね。上はジムコムだから、ジム軍団だから。オッケー。マライア万歳。いいですね。あとベオザードさんがちょっと、ベオザードさんがちょっと頑張って前に出てきて、ガード動いたっけ。まだ動いてない。いい加減にしねえと怒るぞ俺は。せい。イエス。さらに移動、さらに移動、 30% OKはい、ないや。セイエス。セイエス。みんな気をつけろ。ぬしっけが。よし。ライオ軍団気をつけないでね。上来るな。下に来てくれないね。怒るぜ俺は。
メモリ。重いし。レオさん、ちょっと範囲はもうちょい前行かないといけない。エグザードまだ行けるな。大丈夫だ。エグザードが全て握っている。オッケー。ジムはまあほっといても大丈夫そうな気がするけど。平和な世の中早く戻したいね。10% とこじゃないとウィーさん危険かな。どうかな。ここら辺でメガテリウムボンバー使いたいところだけど。1:29です。平和な世の中じゃピンフですよ。大胆に前行くか。電気本館の護衛に回ってください。このジムコムがいるな。みんな俺についてこい。オッケー。マライア万歳。あ、雷雨が混じってる。ちょっと待って、雷雨かんな。雷雨が混ざってるぜ。あー、もう一丁。もう一丁に勝った。カイダーズも動いたんだっけ。ウィザーズも動いた。ギルダーズ動いた。ギルダーズ動いた。アルテアさんはどうしようか。ライオン射程に入ったらライオン狙ってくるかな。ここはちょっと我慢の方大丈夫かな。祈っとこう。よし。ライオとちょっとライオは片付けとかないと怖い。おう。てめえ、俺に恨みでもあんのか？
てめえ。やばい、じわじわと当てられてる。面白い。オーケー、潰してくれた。死ぬ。じゃあアルテアのマークが囲まれるとちょっと困るんだけど、世界人類が平和でありますように。マリアがここまで倒から、まだね、ここのマスコン、このまま危険です、退避しましょう。ここだったよね、ここまで。何マス動けるの、あれだから 1,2,3,4,5,6 だから、ここから 1,2,3,4,5,6、 ここに行って、ここでもう一ターンかけて、ここでルートが空いたらいけるね、次のターンでね。いいんじゃない、ここまで一目向かっていいぞ。いけるね、ここね、よしよし、よしよし。ここギアできない、メソニックスバリア。待って、ここ前にウィザーズさん入ってない。ちょっと微妙に入ってない。あそこ入ったっけ、ここまでか。もうミガードさん当たらないことを信じて、ここで一気にみんな潰すしかないね。とりあえずジムを潰しとこう。まあなんだな、戦争も楽しんでやるのが大事だな。当たらなければどうということは、当たらなかった時は、俺が下のノースダイオ軍団を倒してやるぜ。セイイエス、なんてこった。よいしょ、OK、 30% はこうの方がいいでしょうね。30%はい、じゃあちょっとノスダイオは潰しておきたいところ。できればメトニックスバリア内がいいか。1,2,3,4 7、1しか当たってないじゃん。ちょっと、いや、ここでメソニックス、メソニックスバリアー、打率が悪い。みんな俺についてこい。ごわんごわん、
邪魔なところにいるのは見しときたいけど。キンキンキン。オッケイ。なんてこった。イエイ。腕が鳴るわね。ジムよりジムコムだな。オッケー。マライア万歳。よし、オッケー。よし、あとはもう一回次のターンでかけて一気にいけるか。 1,2,3,4,5,6。 あーちょっと微妙なのに 1,2,3,4,5。 あーなんか微妙な気がするねもう2ターンいるかもしんないな、これ。もう1回しかバリア張れないけど。バリア1回だな。敵がまあ、あそこの、もし、ウィザードさんが大丈夫だったら。あそこの敵は一掃できるけど。でかい的なのに当たらない。あなたたち、なぜ私ばかり狙うね。当たらないわよ、バリアかかってるから。あなたたち、なぜ私ばかり狙うね。私ばかり狙いちゃダメよ。痛い。俺は焼いても食えねえぜ。ダメ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 。オーケー。こんなことなら。こんなことなら何だったんだろう。思い知れ。彼女作っておけばよかった。彼女作っておけばよかった。こんなことならあのステーキ食っとけばよかった。こんなことならいろいろ、こんなことなら大喜利ができそうこれでもか。OK。 もうここは一気にいけるね。ジムジム、邪魔なジム落としとくか。バコン。こんなことなら
前期本館の護衛に回ってください。ここ行けるよね。で次の攻撃は防げる。で次のターンでここ行った瞬間にもう終わりなのか、それでも次の敵のターンを耐えたら終わりなのか、どっちなのかね。ここ行った瞬間に終わりなんだったらもうこれで終わりなんだけどね。どうなんだろう。まあ、ここの敵は平和な世の中を早く戻したいね。メガテリウムボンバー、あなたたちみんな死ぬよろし。死んでない、死んだ、死んでない。こういうのだと大体着いた瞬間終わりますけど、ね、着いた瞬間終わると思うんだけどね。ジムコムが残るんだね。ジムコム残るんだね。ライオの方が柔らかいんだね。まあじゃあ着いた瞬間終わると信じて。メソニックスバリアー、ラストバリアー。攻撃できない。よし、ラストバリアー、ラストバリアーハリケーン。マライア万歳。私は悪い奴らは勘弁できないんだよ。あと、この下のジムコンもやっつけた方が良かったが、ギルダードやばいかこれ。逃げないと、逃げとくか。倒して移動できるかなこれ。バリア軍団だからちょっとギルダード逃げること言うでしょここに来てギルダード落とされたらあれだしな。やめとこう。要塞だね。アルザードはあんなやつら俺一人に任せておけ。これが金メダルだ。マライア万歳。よし、よし、次のターンで終わるかな。終わるといいんだけど。このターンはしのげる。とりあえずはとうとうここまで来たか。いよいよだな。敵に侵入しました。あ、もうこれ終わりなんだ。もうこのやっぱ終わりだ。このターンしのがなくてよかった。フォーチュン、フェイブ・ア・ザ・プレイ、サクセス。あそこでいいのか。あそこでよかったんだね。パチパチ。あのターン耐えてあそこの中に入って終わりかと思ったら、ありがとうございます。危なかった。途中で基地の攻撃避難したから。パチパチパチ。ありがとうございます。0566861B9CABA6C71A C2 パスワードのセーブは完了しました。ちょっとちらっと見ておきましょうか。次の面ね。よいよ。最終要塞の防衛網は厚く、激しい戦闘の末多くの味方が空に散っていった。敵防衛網を突破し要塞に潜入したのはアルテアだけであった。人類の運命をかけた戦いも終局を迎えようとしていた。人類の運命の行方を知るのは星の海だけだった。レスレス。
ステージ戦要塞決戦。勝利条件マライアの破壊、敗北条件はザードの全滅。あ、アルテアは負け、ま、あのやられてもいいの？アルテアもやられちゃダメだよね多分ね。アルテア落ちてもいいのかな。じゃあターン制限なし。うわいきなり最後だからいいんですかね、わらなし。うわいきなり目の前にいますよ。ちょっとこれはここをハンスキーバンダー砲でなし。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13、 ここまでアルテア持ってきたらいいのかね。マライアさん何もできずに消滅したら面白いんだけど。マライアさん全体像なんかでかいですねこれね、かなりでかいですよ。パイプに球を通したくなる。あ、新型がある。新型というか前の、あ、ガイア、これは相当体調機が、体調機ガイア、こいつらをほふるのに使おうか。まあここを ほふるのに使った方がいいでしょうね。マライアをね、いいだいいだ。ザイヤ、うわ、実はこの面にはショートカットが存在します。要塞外壁をよく調べてみましょう。要塞外壁が、要塞外壁、赤も青の違いは何なんですかね。赤ゼルザック部隊と、いやこちら体調機ですねこれはね。これは一匹違うのは体調機ですね。ここから侵入できないね。あ、ここ侵入できるね、外壁はね。ここ侵入できる、ここからここから行けるってことか。 0% ここから侵入できますね、まっすぐ行くよりは。その方がいいのかこれ。外壁越しに攻撃できるのかね。ようやくこっちに集中できる。ヤクルト勝ちましたか。谷隊長、隊長、あ、ひょっとしてじゃあこれぐるっといけるのかね。あれ、これずっと行ったら来ないとか、来るかねこれ。ちょ、護衛は出しておいて。移動力の高い。あ、ベオダルさん。ディフェンス結構上がった。さ、結構さっき受けたからね。あ、あそこから出てくるか、出てこられるんだって。あ、出てこれない。から出られるね。出てこれなくても撃たれそうな気はしますね。とりあえず壁があるとこから撃てないんだね。壁は貫通できませんよね。ここはいけるけど出てくるのかね。出てきそうではあるけど、貫通できないんですね。じゃあ安心な気が、安心な気はしますけど。あ、マジはいい、乗っちゃった、乗らないよ。平和な世の中早く戻したいね。次侵入しました。何、本当か。本当ですよ。こんなことで嘘ついてどうすんですか。よし、わかった。打ち合わせ通り攻撃しろ。
了解、攻撃します。最終決戦前に立ち合わせる暇だ。打ち合わせる暇から普通にずっと行く。みんな気をつけろ。早くみんなやっつけちゃおうよ。ここはちょっと狙われるな。まだまだ大丈夫、リーさんプロだからね。壁に隠れてよ。あ、また出た。ちょっとあんたこっち、あんたこっち来ないでよ。いいじゃねえかよ姉ちゃん、仲間じゃねえか。タクヤ、こいつなんとかしてよ。そんなこと言ったって、あなたたち戦闘中ですよ。真面目に戦ってください。若者はいいな。あー、やっぱ外壁から出てこないんだね。これまっすぐ行ってこっから侵入した方が楽か。みんな出ないでいいんじゃないのこれ。そこまで格納してた方がいい気が。格納してた方がいいね、なんかね。なんか格納してた方がいい、よかったけどね。あそこで出してね。エリア3を突破されました。思うつぼだ。あ、また来た。いいじゃねえかよ。入って大激戦になるんじゃないの、入った瞬間に。無限脇じゃなかったら一体ずつ倒していてもまあ問題ないですけどね。ちょっとくっついちゃあれだから、ここにワンクッション入れよう。ワンクッション、ワンクッション入れよう。だな。出てくる。あ、出てきた。あ、こっからは出てくるんだね。
な気をつけろ。でもだいぶ楽できてますね。みんな俺についてこい。まあ最終決戦っぽくはないですけどね。最終決戦でね、正面から戦いながら中央まで来たっていう方が熱い展開ですけどね、これ。外壁通ってアルテアは下げた方が良さそうな。いきなりこんにちはっていうよりはちょっと孤独感がありますよ ね、 ちょっとね。まあ十分戦いながら行ってもアルテアさえ被弾しなければ回復ができるんだったらいいんじゃないですかね。そういえば遠距離のサード入ってますよ。ああ、ベオザードまだ積んだままですね。ここら辺で下ろしますかね。ここしかしアルテアいたら邪魔になるんだよね。動きは身動き取れない。まあ、いっか。ウィザード前の方が良かったんだけど。では出ては来ないんだ。あそこまでは来るけど。これまでは大丈夫。魂のふるさとへ帰れ。お、強いじゃんかいだ。あれはいいものだ。あれはいいものだ。あ、こっからでもここまで狙えるね。弾が曲がってるんですかね。弾が曲がってるかな。射程が長いアルザードとかベオザードは外から狙いますね。あの穴から曲げてくるんですよね、ビームを。クリスタルボーイみたいにね、コブラのビームを曲げてきた。みんななかなかやるじゃない。まあ、来週はチェンさんをみんな格納しといてまとめてここからここら辺で出した方がいいかな。ビームが曲がるのはすごい。ビーム曲げられますからね、クリボーとかは。あ、コブラも、コブラ、クリボーじゃないや、コブラが曲げられる。クリボーはあれだからね、ビーム弾くやつだからね。コブラがね、最高が曲げれますよね。ギャンって曲がってくる。はい、というわけで来週はまあ一旦格納してここで一気に下ろしていくかな。どうしようかな。その方がいいかな。はい、ご視聴ありがとうございました。 PC エンジン移送機へカイザードは来週エンディング枠ですかね。来週おそらくエンディングでしょう。オツでした。はい、オツでした。オツオツオでした。はい、オツでした。オツ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 オでした。オツでした。来週楽しみです。来週オでした。お疲れ様でした。オツオツオでした。オツでした。オでした。オツでした。本当でした。本当です。